この物語では3人が3つの異なる問題を抱え、それぞれが運命の赤い糸で結ばれています。もしまた息子の迎えを忘れたら CPS に連絡するわ。うわ、何これ。いやー、食べ物は本当に心に響きますね。この次から俺、この仕事を辞めて自分のパッションを追求しようと思うんだ。また成績が悪いのか。親に殺されそうだ。今回は本当に努力したんだ。これ以上取ると落第になる。食べに行こうかな。まあいいか。いらっしゃい。どうも。ご注文は？何でもいい。驚かせてくれ。はい。おい少年、元気出せよ。食べ物で元気になるのよ。うん。まあ、大切なのは気持ちいいだね。そうだ、あの兄ちゃんにあの店の料理を買ってこようかな。それとも自分でお弁当を作ろうかな。大丈夫？おあんた、これあげる。はい、待って。